これは。こういうこと。あのキャラ。撃墜したんだが、あのキャラ。立ち回りはだいぶ楽だけど、やっぱね、復帰きついキャラクターはまだきついなーって。なるほど。これは主にジョーカーと、今までできてるのはジョーカーと月光河なんですけど、あの2キャラの復帰どうしようかなーって。まあ、あとロボットか、ロボットとか、なんか立ち回りはいけるけど復帰きついなっていう相手に対してクラウドを当てようかどうかっていうのを今すごい悩んでて、押し切れなくもないんですけど、立ち回りで。ただやっぱり安定感は欠けるから、そういうのに対してどうしようかなーって最近ずっと悩んでる。うん、何か引っかかっちゃったら終わるっていうキャラが特に、ごめん、てか復帰に難がない対パルテナとかゼロサムに関してはクラウドでいいなっていう結論は出てるんですけど、ワリオもいけるし、まああとポケトレか、ポケトレもちょっときついかな。許して。別キャラを当てるべきなのか、クラウドで貫き通すべきなのか、そこが難しいっすよね。PK のキャラクターも復帰きついキャラ来た。うまごめん。早く消えてくれ。ごめん。ごめん。抜け。つながりやすくなりました。今のは自分のミスかな。なんか怪しかったな。え、つながってくれよ。あ、え、短くない。短っ。でも結局あれか、ガンで復帰距離縮まっただけだからな。
うまい。どうしよう、ちょっと重い。ごめんごめん。無理や無理や。お互いにこれワンチャン、これさワンチャンさ、これワンチャン、ワンチャンあったな。まあ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 、危ない。無理や。まあいい。危ない。リミット貯めまーす。あれあれ、いいとこだったのに。うまい人だったな。危ねえ。最近マジでさ、VIP のレベル高くない？普通に負けれるんやけど。おいしい。落ちます。お疲れ様です。おいしい。こういうこと。なんかの動画で使う機会減ったって言ってましたよ。何の話だろう。そうか、先週、そうそう、アップデートのおか影響もあって結構動画作ったんですけど、後から数えてみたらないやんけ。復帰2月14本ぐらい動画切り取ってた。アプデでスマブラプレイするのもそうだけど、動画編集モチベもついつい上がっちゃったな。うん、いけ、くんこん。無理か。もうちょっと安定させたいんだけどな。クラウド的には無理そうな気もするな。復帰もっと冷たいんだけど、オンとオフは全然違いますよ。 B
別ゲーっていう人もいるし、別ゲーっていう気持ちが分かるぐらいにははやっぱ違うかな。え、無理。でかすぎんか。十字返しはかなり、うん、そう、多分普通の会社よりは明らかに遅いはず。やけど業界的には、僕の業界的には結構当たり前、だいたい10時かな。遅いとこは11時とかやったりするけど、11時僕も経験したことあるんですけど、11時出社もうなんか寝不足という寝不足になることがない。11時 出社もうぐっすり寝て、寝不足を知らない生活を送れる。うわ、おいしい。ミュウツー頑張れ。痛いよー。オンとオフは練習しとくのはありですが、 CPU 相手とかあれま、あ、 CPU はやらないかな、さすがに。僕オンとオフの練習は取れもかな。コンバス、コンバス、相手の自分の近くに回避装置が相手にシャスマ使ってるんですが、まあ当たれば僕はいいと思いますけどね。クラウドの横下スマ正直あんま強くないけど、アタックとしてはありかなって思います。フレックスで11時出社ってよくあるって感じですね。あ、まあフレックスはまあありです、ありますね。今自社出勤か、うちの会社でもやってるけど、中にはなんか12時出社とかしてる人いますけどね。どうせ帰れないなら、どうせ残業とかするんだったら遅めに来た方がいいんじゃないかって。待って、あー待って、ひらひらさんこんです。撃墜しそうなんだがあのキャラ、撃墜したんだがあのキャラ、撃墜したんだが、今度スマブラワールドツアー暑いっすね。暑いね。